不満やな、まあ、これがスプーンの歌の場合はこうなるってことです。僕の場合はでもね、今まで近いやつもあったんですよ。何個か書いてきて絵描き歌としてはうまいこと言ったやつもあったんですね。だからそういう絵描き歌を私たちは評価したいです。はい、そういう絵描き歌を探していきましょうね。じゃあ絵描き歌って私がちょっと一回調べてみますね、 YouTube で。で、画像が出てくるようであればちょっときついんですけど、今ちょっとわからないですけど、トトロ、ちょっと待ってください。今私は見てないです。まだ私は見てないんですが、隣のトトロ絵描き歌っていうのがございましたんで、それを一回じゃあ見てみましょう。はい、隣のトトロ絵描き歌、皆さんもぜひペンを取って隣のトトロを変えてみましょうね。みんなも描けるはずですから。はい、いきます。私は見ないんでね、早速始まるかもしれないんでね。そらジローも知らんな。トトロ、うん、してしてうん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 ですね、はいはい、うんだんごが二つ誰なんですか、中身にあんこを詰めて、中身にあんこ、こういうことか、こうか、近いんちゃうか、真ん中、うん、なんか大福、なんて言ってんの、雪だるまさんだ、真ん中大福、雪だるまさんだ、ひげろっぽにっこり立てせん、にっこり立てせん、あ、こういうことか、あ、近い、カゴメのジョナサン、ジョナサン、何、カゴメのジョナサン、ジョナサン、ジョナサン、手に傘持てば、隣のトトロ、隣のじゃないの、大体もう俺が書いてもってんねんけど、いいんかな、まだあんの、あなたに幸せが、うん、ちょっとうるさいぞ、必ず来るわ、あ、これ近いかも、でもかなり近いんじゃないかな。なんかちょっと俺もう一回聞いて、これ見て、まだ見てないで、ほんまに俺見てないから、なんか俺な、ここはだいぶ近いと思うね、ここここの部分が、トトロってもっとこう笑ってるはずやから、耳あったっけかな、カサさしてるっていうのがあったよ、カモメのジョナサンっていうのはなんだよな、だんごがーかーやろ、うん、二つ多分そういうことやと思うんだな、これ中身にあんこを詰めて、真ん中ここのこと、大福、なんなんやね、雪だるまさんだ、槍が二本、何言ってるか分からへんねんて、ひげろっぽにっこり立てせん、にっこり、にっこり立てせん、カモメのジョーナさん、こんなんかな、これでいこうか、これでちょっといくわ、じゃあ俺、はい、じゃあ答え合わせいきます、私も見ます、スタート、おう、うんうん、ここは始まってないな、もうすぐ始まるよ、紙とペンを用意してね、だんごが、そうか、おう、あ、そう書くの、あ、そこか、そこか、うわー、これ意外やわ、はい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 、そういう目な、はいはいはい、こうだ、あー、そこなんや、大福、雪だるまさんだめっちゃまとめたな、やりってなんだ、やりってなんだあ、そこか、そこか
だ。そんなとこに来んのか、カモメのジョナサン。いや、これわからんわ。どうせ色でごまかすのやめろって、お前濡れよな、ちゃんと。ボー絵描き歌かけたらあなたに幸せが必ず来るわ。渡すね。いや、これ分からへんな。これは分からへんかったわ、俺。ふた、うまいな、でも。最初か。こう言ってこうか。俺、てっきりこうやと思ったわ、最初に。だいたい輪郭から書くやんか。そういうのも掴んでいかなきゃいけないんですよ。絵描き歌あるあるじゃないけど。マツコ、あ、マツコ一回やったな。マツコ一回やったけど、俺見てまうからさ、答えが映っとんのよ。なんか、パッと、あ、マツコ、デラックス絵描き歌。俺、ちょっと待って。俺、見やんとこは。雪だ。お前聞いたな、これ。見やんとこは書きます、じゃあ。もうパッと見てもうたけど、でもどんなんかわからへんから、ただ、大体俺が見たやつだけか答えようか。俺が大体見たのは、なんかこんな形してた。ここが顔で、ここ顔で、ここが体みたいな。こういう形をしてたのは確かに見た。でも、それ以外はもう今見てないから、これを参考に行くわ。雪だるま作ろう。耳もつけて。雪だるま、先発やろ。鎌倉の中に落とし穴は作るな。薪を4本くべたら、餅が焦げた。もこもこクッション、糸が出てる。後半いくよ。富士山に太陽。続けてやれって。わからへんって。なんやねん、そんなん。こういうこと？ジャンプで渡れるかな。もうお前聞いてんじゃん、橋をかけたら、橋をかけたら、雨が降ってきた。橋をかけたら、豆が降ってきた。イヤリングつけたら、タイミングを計らってていいの？マツコ。どこを笑ったらいいのかがわからない。何これ、ちょっと待って。今も入ってんのこれ。こういう感じやと思うよ。ちゃう？終わった？で、私が書いたのはこういう感じですね。多分こういう感じのことやと思うね。ここがでもよくわからへん。なんか鎌倉の中に、なんて？鎌倉の中に足や、あ、え、あ、何作んなって？なんか言ってたよな。これをちょっと俺確かめるわ、じゃあ。雪だるま作ろう、耳もつけて、うん、あ、前なんや。鎌倉の中に落とし穴は作るな。薪を4本くべたら、餅が焦げた。これが薪か。モコモコクッション、糸が出てる。後半いくよ。富士山に太陽、虹が映る。大きな崖、ジャンプで渡れるかな。あ、これ崖なんや。橋をかけたら、橋をかけたら雨が、雨か。豆やと思った。イヤリングつけたら、マツコ。どこを笑ったらいいのかがわからない。いや、どこも笑えるやろ。これはむずいわ。いや、もっと簡単なやつないの？簡単なやつ。